ということでブルースいいですね。ちょっとねめちゃめちゃ楽しみにしておりますので、それでは宮下稲葉のステージお楽しみください。
宮下稲葉と申します。2人ともブルースが好きで、好きなブルースの曲をギターとハーモニカでやろうじゃないかってことで結成して2年ぐらいかな、経っていますけども、普段は全然違うジャンルの音楽をお互いやってまして、ポップスとかいろいろと出てたんですね。で、ブルースやるときだけたまたま息があって、あ、じゃあだったら一緒にやりましょうっていう話になりまして、同じ正則同士なんだけど、あえて宮下稲葉っていう名前から、正則正則悩んだんですよね。正則正則ちょっとあれかなと思って、宮下草薙みたいになってしまうからちょっとどうかなと思ったんですけど、ちょっと言葉足らずで申し訳ありません。いや、次の曲はですね、キャロルの内海俊勝さんっていうギタリストいらっしゃってね、キミーバファンキーマーキーベイベーの人です、ね、あの人が作った曲で、ブルース調のロッキンドリームって曲ですね。すごい好きな曲でやります。ではロッキンドリームお願いします。I'm sorry.
とうございます。今日なかなかのなかなかかっこよかったです。いや、いつもの感じで、いつもの感じで稲葉さんにお会いしますね。はい、ということでもう一応お疲れ様です。かっこよかったです。皆さん、稲葉のブルースが最高です。